割とこれを撮影しているのは3月20日です。えっ、ー、と、3日前ですかなんかに、えー、3月20日にあった出来事で喋りたいことが3つあるってことを喋りました。なので、えー、これは4個目なので、4本目なので、こう、また新しい話なわけですね。そして、あの、3日前の動画で,で,で出てきましたけれども、こちら。 これですね、あ、これそうだ、そうそうそう、そそそそそう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 ,そう写真撮とかな、んかいちごインスタ用に写真撮らないといけないのですいません、ちょっとあの、えー、失礼しますよ、あー、ちょっと暗いか、暗いか、ごめんね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こういうさ、なんていうの、このハプニ,ハプニングではないけどさ、こう、こうね、ありますよ、いろいろ。あ、いいんじゃないかな、はいはい。で、ちょっと、ちょっとすいません、あの、こういう状態なんで。 どうなりましたね、まあこれな何ミリ ?360 だからいわゆるハーフボトルみたいな感じですかね。を間もなく飲み切るんではないかと思いますけれども。えー、あれなんだっけあ、思い出した思い出した。えっ、えー、とですね。あれ、いつでしたっけおとといかな。 なんか公開した動画でちょっと喋りましたけれども、あ、そうかな、弟かな、喋ったんですけども、今日の卒業式っていうのは基本的に密を避けるために、一部の教員を除いて、教員はまあ出向しないようにみたいな感じのまあ要請みたいなのが出てたんですよね。 んで、まあ、多くの先生方は、えー、まあ、やっぱりね、その自分のゼミ性とかにね、挨拶をしたいと、まあ、顔見たいというふうに、まあ、ある種のお別れっていうのかな、したいっていうふうに思った人いるでしょうけれども、それがかなか叶わなかった人がいっぱいいると思うんですよね。で、僕は、あの、おととい、その前かなんかでも言いましたけれども、まあ、写真を撮るっていう、まあ、ある種の業務があったので、ある種のというか業務があったので、えー、まあ、行きましたと。 でまあ、たまたま遭遇した卒業生何人かにあったんですけれども多くの教員は今日大学に来ることができなかったのでそういった先生方から卒業生の皆さんへのメッセージを、まあ、ビデオレターみたいにしてそれを一本の童話にまとめてそれをそれぞれの学部学科の卒業証書を授与する教室や学生センターの1階のでかいモニター的なところで流すっていうことをやることになりましてそしてその で、えー、そのメッセージを募集します、募集しますっていう連絡自体は、全教員宛てに、あれ、んやったかな、ポルタ2かな、その大学の、えー、ポータルサイトみたいなところから、教員宛ての連絡が全員にこう飛んでったわけですよね。 で、飛んでいったのとは別にしてですね、僕はですね、個別にそれの書簡の人から言われまして、ぜひお願いしますみたいな感じで言われまして、多分こいつは出してくれるだろうみたいな感じの、あの、もう安牌なわけですよね、麻雀で言う、だと思うんですよ。で、まあ、とりあえず、まあ、そういうものを出す人っていうのは、まあ、一部だろうなっていう予想があったので、いや、それはやっぱり僕としては出さなあかんやろと思ったんですよ。 で、実は僕はあるパターンを取ったんですけれども、やっぱりそれはおもろないやろと。つまらんやろと思って、そのパターンを捨てたんですよね。そのパターンを捨てて、実際に今日学内で流れた、えー、バージョンを撮り直したんですよ。で、えっ、ー、と、ほとんどの人は顔を出して何か喋るんですけれども、僕は顔も出さずに、 本顔も出さずに声も出さずっていうバージョンにしたんですよ。で、それでまあある意味まあボケなわけですよ。僕の中ではボケだったんですよ。ボケだったんですけども、まあその映像はあの元々、えー、YouTube などに載っける予定はないと。学内のみで公開しますっていう条件で撮影されているものなので、その全体の動画を まあこういうところでね、公開することはできないし、もうそもそも僕はそのデータを持ってないんで、公開もできないんですけれども、まあ僕はですね、こんなものを取りましたっていうのを、まあこの後編集で差し込んでみるよう。ところはですね、これは僕の中では結構、まあ、ちょい笑いぐらい起こるかなと思いまして、で、この動画っていうものは、職員の皆さんはそれぞれ、 えー、今日さまざまな場所でねさまざまな業務でその卒業生を、まあ、送る業務に携わっていた中で、まあ、それぞれいろんな場所にこうモニターがあったりとか共通プロジェクターが降りてスクリーンが降りていてそこでこう流れたりもしたんで、まあ、結構いろんな人が見てたんですよ。で結構いろんな人からあのー 先生のが一番良かったですみたいに言われて、それは多分先生のが一番良かったって、先生が一番感動したって意味ではなくて、先生の一番インパクトがあったって意味だと思うんですけども、まあおもろかったって意味だと思うんですけども、まあ、ああ、そうかそうかよ、よかったよかったみたいな感じで、ちょっと、ちょっとこう、嬉しかったんですよ。ところがですね、それはそのいろんな人から言われて、良かったですって言われたときは、僕は他の人がどういうものを載せたかっていうこと、他の人がどういう動画を提供したか、提供っていうか出したかってこと知らなかったんですよ。 そしたらね、ある人にも乾杯しましたね。うん、これ言っていいのかな言っていいか分かんないけど、その人はですね、あの、そもそもこういうカメラに向かってなくて、最初こういう横向きなんですよ。横向きかなこのぐらいの向き。こうやって回ってきて、SDGs とか言うんだよ。何それみたいな。おめでとうって言わないの。僕は喋ってないけど、ホワイトボードでおめでとうって書いてあるから、まあ一応そのおめでとうメッセージってことは分かるんですけど、その人ね、 SDGs って言ったんですよ。一言。のみなんですよ。で、うわ、クソやられたと思ってですね、クソってことよくないけども、乾杯したと思って、そしたらね、午後たまたま第2部が始まる直前にそれを言っている先生にお会いしてですね、乾杯しましたって言ったらね、ぶっ込みましたって言われて、<laughs> ぶっ込みましたって、<laughs> 狙ってたんだみたいな感じでね、あのー、 まあそ,のそういう SDGs みたいな言葉を言いそうな人なんですよ。そういうことをすごく熱心に考えてる人なんで、そ,れを言うこと自体その人がそれを言うこと自体はもうごく当然というか、ありなシチュエーションというか流れなわけですけれども、それが本人的には狙っていたんだっていうことを知ってね、さらにね、負けた感じしましたね。ぶっ込みましたって言われたらね、それはうわ、くそってか、うまくそってことはよろしくないですよ、まあ。P を入れることじゃないかもしれないけれども、 いや、負けたな。負けたな。でそれの、それを言われたことをね、結構いろんな人に言ったんですよもう、まああ。ある意味、ある種愚痴ですよ。僕からしたら。いや、でもその人のね、新たな、新たな、新たな一面をね、知ることができたっていう意味でよかったですね。か昨日の話の続きじゃないけど、うん、ちょっと知ってるという今ね、その、一緒の会議に出ることがしょっちゅうあるんですよね。週に一回ぐらい同じ会議に出てるんじゃないかなっていう他の学部のある先生なんですけれども、 いやー、いった。そういう引き出しを持ってるとは思わなかったですね。僕ももっとこう、修行しないといけないなと思った一日でしたね。うん。ほんじゃまた。